はい、どうも。妖怪三国志国取り法図、今回もやっていきます。さすらいバトルがね、ちょっとさすらいバトルのとこ見せられなくてあれなんだけど、ちょっと油断してたらさすらいバトルが来て、なんで、ちょっとやっていきましょう。さすらいバトルでノルカがね、ゲットできやすくなります。なんかすぐゲットできるよって言われたんだけど、確かにこんな感じで時間どんぐらいなんだろうな。正直武王もいるんでいいのかな。よいしょ。これがマックスになっていくとゲットできて、さらにね、10倍海洋圏もあるので、さらにゲットしやすいのかな。なんか1日のあんのかな。前は制限あったけど今はないのかな。なんだっけ、共闘の時は20回制限あったけど今はないのかな。もういけるだけ頑張れって感じかな。あれ、なんかまた出てきたの、なんだ。ん、ようわからんな。 まあいいや。はい、で4の方もね、まあ強さは一緒かな。武王がいるんで、あとお守り妖怪いれば、まあ変な取り付くとかやられなくて、相手が若干火に弱いんで、まあリクソンでドッカンって感じかな。はい、結構集まるね。という感じで5倍にすると、あ、10倍じゃない、ごめん、5倍だ。5倍海洋圏にするとどんな感じ？よいしょ。あ、そっか、マックスってのがあったらもっと周回があれなんだ。今なんとかパスがもう切れてるからな。あれ？なんかさすらいバトルって1回切れなのか。あんまりよく分かってないな。 はい、獲得スターがね、こうやって3600ってあるんですけど、たまにね、5倍の時があるんで、なので5倍の価値はそこのところがあるのかなと思いますね。まあこの蝶の方は10しか使えないんですけど、通常のね、さすらいの時の周回数は、この5倍がでかいんだよね。なるべく貯めて5倍周回した方が10しかもらえなかったらいいかもしれません。そうするとマックスがね続いてて、でそうすると前回の時はそのさすらいのヒットポイント2000だったんですけど、そう、ここで回数を重ねると次のヒットポイントまでね2回打てるんで3回か。だ、序盤あれでも2200だな。次2100だったのを飛ばしてなのかちょっと分かんないんですけど、というとこですね。で普通に5倍使ってで何もないとね、これ本当お守りが、開幕お守りが大事ですね。で、また5倍が来た。なんかあんま、大体来ないんだけどね、5倍ね。次は2200で、なんで、まあ2回できるって感じかな。ただスタミナムがいくらあっても足りないよね、これだとね。一応ごめんなさい。ちょっとメンバー違うなと思ってると思うんですが、ちょっとこれね、ごめんなさい、メインアカの方に来てます、サーバー1の方。なんでこっちかっていうと、スタミナムがね、まだこっちの方がね、余ってる。国取りでね、1人の分担が、サーバー1だと少ないので、っていう感じかな。あ、これで2300になるのか。じゃあ一緒か。
うん、あ、違う違う。いいんだよね。これでまたすぐ、蝶になれるから。これさすらいの方だね。わかりづれえな。という感じで。まあこの5倍を生かすにはね、5倍でっていう感じなのかな。また5倍だ。なんだろうな、こんなに運のいいのないんだけどね。普段のスターお見せしたいんですけど、ちょっと10倍が続いて、これほんと短期決戦で倒さないとかなり強いよね、今回の勝利への道筋が見えた。3秒軍マシンね、ちょっと作るようにみんな優先してください。でこれでまたマックスだからいけると。やっと理解してきましたね。勝利への道筋が見えた。これで2300のターンを終わって、で2400のターンがあって2500と、うん、だから別に得じゃないんだな。蝶の時に同じヒットポイントで2回できるわけではないけどね。で今5倍がずっと連続できちゃったけど、通常は5倍でやっても、普段ね10でやるときは、あの私は110ぐらいなのかな。で、あ、そう、540、これがだいたい平常時なんで、はい、なんで、まあ、5倍使った時さっきの3000とか来るんで、まあそれがお得感ですよね。110の時に10で使って110ぐらいの時に来ても、ね、600ぐらいなんで、だからそこが5倍の恐ろしさだけど、まああっという間に減っちゃうわな。はい、で今ね改めて絆のねドロップアップ30が24時間ね続いてます。これは改めてちょっとルールを確認すると、サスライバトル乗るかソルかね、イベント攻略のコツはいいとして、ボーナスだね。占領ボーナスっていうのが今まだ、国がね所属している国が占領してないので30を発動しないです。ただその代わり、まあ、ボスの移動はねさっきの上の例あったんですけど、絆ドロップアップキャンペーンっていうのはねこの3回やってるので、まあ、それに合わせてかつね、このマップにいる時にやると、まあ、一番ね、いいのかなという感じですね。だからこれの4、10、30でこの円とか巨匠とか深夜にいる時の30が加われば70か、70のこの時が一番ねいい時だから、さっきの日程でうまく合う時に一番めっちゃ周回するのが一番いいんですけど、まあそんなのねなかなかできないんで、まあどっちか2つって感じですかね。うん、の時に頑張るって感じで、国取り弱い人はねぜひさっきのドロップボーナスの日程で頑張るのが、まあだから今だよね、やるとしたら今頑張るのがいいのかなと思います。移動スケジュールねさっき見ましたね。でスターはここには書いてないんだけど、5倍でねなんかスターが集められる時、5倍のさらに5倍、さっき3000いくつとかあったと思うんですけど、そんな感じでゲットできるようなんで、5倍にしとくとね、うん、いろいろ起きますね。たださすらいスターの上限値ってのがここに書いてある通り、どんどんね倒すのが難しくなっていきます。所持上限は1万5000になるって書いてあるので、最大で1回につき1万個必要になるのか、ごめんごめん、超さすらいが1万で、さすらいは1万5000なのか。ということで、今はね、2500とかで倒すの楽なんですけど、まあ、そんなに楽でもないんだけど、はい、どんどんね、上がっていく
こんちくしょうな、こんちくしょうって言っちゃいけないな、ルールになっておりますね。で、まあこれ、あとゲットしますけど、まだ15回なんだけど、30回やると、普通にね、ゲットできます。でも30回いってる頃には、かなりヒットポイントっていうか、サスライスターが上がってんじゃないかなと思いますね。で、あとゼイリーで20ずつ毎日ゲットできるって感じですね。そう、ヒットポイント同じじゃないんだよね、この星のね。はい、そしたらね、超サスライバトル来まして、ようやくね、30回目倒していきましょう。3900まで来ましたね、ヒットポイントが。ヒットポイントっていうか星か、なんか表現分かりづらいよね。で、こいつのね、倒すポイントはもうこの開幕お守り、誰か展示シーンまでも誰でもいいと思うんだけど、開幕お守りの取り付く、これね、これとあと3秒打ち消し群マシンかな。で、今73だったかな、スタミナも。27個で行きましたね。150までの体力も分析としていて、スタミナも27個使いましたね。まあちょっと桃も使ったんで、実質28個かな。桃も150ぐらいは使ったと思うので、はい、という感じ。お、70だ。で、まあ、やっぱりね、最初の、その、お守りで、無効化、命中ダウンとか、調査堀、そう、この調査堀になると厄介なんで、やっぱり開幕お守りいた方がいいのかなっていうね。で、あ、打ち消しガードされるのか。まあ、打ち消しガードされるから、打ち消しはあんま関係ないのかな。うん。じゃあ3秒群マシンやればいいのかな。まあとにかく最初のソルカのね、調査堀、まあソルカを最初に倒すでもいいんだけど、まあちょっとぶつかりで倒すの結構大変なんで、はい、そんな感じで3秒群マシンね、入れるといいんじゃないでしょうか。これはスキル継承か。はい、いいね、こんなにゲットできた。というわけで、ミッションでね、オロチのミッションも終わって、これでね、ゲットになります。はい、というわけでね、転生ノルカを獲得しました。結構大変なの、ヒットポイントはもう3900までいけるって言ってことは、5倍の時の5倍がさらにね、あるって感じかな。転生ノルカと仲間になりました。さあ、まあつけろよって。ただね、後でちょっと話すけど、豪傑火がね、もう飽和状態なんすよ。はい。なんで、ちょっとそこはあれかな。さっきも言ったけど、3秒ね、ない人は、ちょうど今ね、最近の運営考えてくれてます。このスーシちゃんが、取り付くの群マシンなんだけど、超過護がね、溜まった状態でスタートがあります。なんで、これを気合でゲットして、この後溜まった状態からスタートにすれば、一気にね、お払いと打ち消ししてくれる。50引く25秒引けるからね、うん、3秒群マシン、3秒群マシンと5秒群マシン、5秒超召喚ができるんで、まあ、数子ね、ゲットするのもいいんじゃないでしょうか。数子はね、ちょっとすり抜けるかもしれないけど、マイルね、今夏の10連無料ガシャで溜まってると思うんで、マイルでぜひね、ガシャチケット交換してゲットするといいのかなと思います。そしたらノルカ見ていきましょう。ノルカとソルカどっちがいいですかって質問もあるんですけど、ちょっとこの今回ね、難しいね、好みってのもあるんですけど、前衛と後衛で違うからね。で、ノルカはここですね、力は結構転生の中で上位だけど、ゼロ突だと戦力8000なんですよ。だから8000だとちょっときついかなっていうね。で、開幕系ですね、力アップと火の耐性アップがあって、うん、耐性ってどっちかっていうと国取り用なのかなっていうね、防衛に使うって感じかな。ただ必殺技はダウン系なんで、火でねばらまくっていうのもあるんだけど、ちょっとまあ他に火の妖怪いるからなっていう感じなんだよね。一緒に組み合わせて火をすげえ強化ってのもあるんだけど、基本的にはバフ3、4体とアタッカーって感じだから、相当戦力上げないと
使う場面がどうなんでしょう。個人的にはないのかなっていう感じがしています。でポジティブで好戦的な双子妖怪の兄、弟ソル、あ、弟ノルカ兄なんだ、知らなかった。弟ソルカへの対抗心で挑戦になったものの、さらなる対抗心から転生へと覚醒した。本人曰くソルカより転生の力を使いこなせているというという感じで、まあとにかく、まあどういう形成使うんかな。ちょっとね、勇ましい豪傑火はね、ほんとね、競争が激しいね。こんなにいる勇ましい豪傑妖怪なんて基本火だもんね。でなんつったってナタがいるし、四天童子がいるからね、この前衛火妖怪としてはかなり厳しい。そして四天童子はね、不思議キラーだし、道傑なんかは小生だけど不死にょろキラー 50% があると。でナタが必殺で打ち消しとお払いもあるって感じ で攻撃速度アップと陽気ゲージ速度アップの開幕 70% があって、でこっちは不死にょろキラーで、かつ命中ダウンもね必殺についてるんで、ちょっとねナタちょっとライバル多しっていう感じがしています。まあ、他にもねいっぱいこんだけいらっしゃいまして、もちろん小生ノルカもね、そういう理由で今ちょっとね、本当は強い妖怪なのにちょっとね、割り送ってるって感じです。でノルカはで、しかもねこの妖怪はちょっと私すき焼きないかもしれないんだけど、イベント妖怪なんでゼロ突の戦力が8000なんだよね、さっきの言ったように。だからこっからね、強くして1万2000ってやっていくといけるんですけど、なんせね四天童子とナタの壁が高いんで悪くないんだよね。強打はさ他の妖怪持ってないし、ダウンだから組み合わせによってはね非常にいい。そうだからノルカと誰かを使うことによって火の大ダメージを与えることができるんで、なんか短期決戦、火の決戦の時に、まあ、火力を2体使うんだったらノルカ使うけど、ちょっとね私みたいな面倒くさがり屋だと使いこなせるか分かんないですね。ただ火耐性があるんで結構ね火の防衛に対してはいいんじゃないかなっていうところと、あと敵ボスで出てきそうだなっていうところはあるかな。うん、なんで私は個人的にはソルカの方が不気味薄らかげ氷ってソルカしかいないんだよね。なんでまあゾディアックの壁はあるんだけど、まあ光栄としては、まあ、この牛ソルカもねいいよね。打ち消しあるからね。だから結構ねノルカもソルカもライバル多しっていうね、なんか個人的に、あとそうだ天聖ウサピもまだ私ゲットしてないんですけど、天ウサもいるんで、なかなかねもうだから好みだと思います。豪傑火で、火をこのノルカの火を使ってやったるぜって人はねあれなんだけど、私はめんどくさがり屋はもう大砲とバフ4体でいいやみたいな感じになっちゃうんで、ちょっとそこがあれかな。まあでも素晴らしいよね、命中クリティカル超クリティカルあるから。ちょっとでもこれを試してみないと分かんねえってとこあるよな。どうなんでしょうね。はい、コンにしてあげたいみたいな、そんな感じはあります。そして転生ソルカはね、こっちは氷ですね。なんでこれも戦力1万4000とかにできたらね非常に生きてくるので、どっちがいいって言ったら私はソルカにしますけど、まあ結局前半後半パワーの使いどころは同じかなっていう感じはしております。一応ね入場方法はこんな感じですね。あと累計スター報酬もあるんだね。はい、なるほどね。そこでどっちか選べるって感じで、そこはもうちょっと最後まで見極めてもいいんじゃないかな。なんなら最近さ、前回のイベント妖怪が今回のそのジョカなんかさ全然使わなくても大丈夫なんだけどっていう感じで、ちょっとイベントによってはスコアとだとね周回で金貨アップとか使うんだけど、ただ最近は小生のと
攻が非常に、ね、ガシャで出やすくなってるし使いやすいので、あんまり前回イベント妖怪の重要性がね低くなってるんで、まあ、ちょっとその辺はイベント次のイベントが分かって、かつ次の、妖怪が分かってからでもいいんじゃないかなと個人的には思っております。あとはね、なんとかさっきも言ったけど、この開催の時に 30% アップなんで、この時と、あとはね、ノルカがいる時に重なってね、うまいことドロップ率上げて周回できたらなと思いますけどね、このタイミングと、あの、ノルカのね、場所で、はい、うまいことできたらなと思います。今回ね、あの、超ガシャでもね、人雷ノルカとか出るんで、そう、人雷ノルカとかはさ、打ち消しガードの才能があったりするからな。そう、その辺、ほんとね、才能の塊が多いんですよ、勇ましい五月は。なのでね、ほんとに。みんな火だもんね。で、まあ今回の人雷ノルカとか、ちょっと待って、編成見れるかな。そう、やっぱこのゲームで重要なのはこの打ち消しガードとかね、陽気ゲージ速度アップ、攻撃速度アップとかね、その辺になってくるんで、まあちょっとその辺うまく使いつつ、あとなんちゃら勇ましいダメージアップとかね、という感じでございます。ちょっとうたぐだっと喋ったんで、もう別途ね、ノルカとソルカの動画を作れればなと思っております。とりあえずね、スタミナムは27個ぐらいでゲットしました。絆は、ちなみに絆は転生は、もう2枚目ですね、19体目。絆は764個ぐらいの得意でゲットできたということで、はい、まあ30回倒した方が早かったけど、5倍が結構ね重要かなと思いました。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さようなら。ただ転生スキルもあるからな。なるほど。